都市伝説のお話に近いですけども、はい、ディスマンって聞いたことありますあ、ディスマンあのなんか夢でねなんかこう出てくるんだけども、うん、男のねまあその夢なんだけどもなんか全然違う人たちが全世界で同じ時期にみんなその夢を見てた、うん、で、その男のことをディスマンって言ってるっていうあの伝説ですよねはいそれの日本バージョンがありましてえ これ僕ののお客さんん話なでえと一人はあの北海道の方になるんですけども主に僕個人鑑定をやっているんですけども相談内容が夢の中で眼帯をした女性に追いかけられるっていうんですよ。はあ、でそのきっかけとなったのは、ええ、神社に行ってただお願い事をしたらしいんですよ。でその日から 夢に女性が現れまして、うん、で、眼帯をしているんですけども、こう追いかけっこしてるらしいんですよ。あ、追われてるっていうか、追いかけ追いかけっこ。いっこ楽しげな感じなん。ですか、はい。ただ、最後にこう触られ。たらしいんですよ。身につけたみたいな。それから、毎日のように。その女性が夢の中で現れるんですけども。その舞台となるのが。必ずって言っていいほど。古びた旅館なんですよ。 へでだんだんとこう奥の部屋奥の部屋奥の部屋に行くっていう相談だったんですよ。はい、でそれを聞いただけではやっぱりどういうふうに対処していいか分かんなかったんで、まあ、簡単なこう対処方法みたいなのは説明させていただいたんですけども今度は福岡県に住む男性の方が来まして<ー>同じことを言うんですよ。へ<ー>神社にに行って参拝をしたら急に 眼帯をした女性の人に何か追いかけられる夢を見るんですよって。で全く一緒でタッチされた後にそれからふり旅館に行ってだんだん奥の方に進むっていうんですよ。捕まえたって捕まえられるまでは普通のおかけっこなんだけども捕まえられてからは場面が旅館に変わるわけです。次の日に、はい、でまた今度は 栃木県ののお客様でしてまた別の方、はい、でその子は小学校6年の方なんですよ。はい、で夢の中でなんかがんしたお姉さんと追いかけっこしてああ捕まっちゃったってこう夢を見たらしいんですよ。で次の日から悪夢にうなされるっていうふうに相談があったんですよ。はあ、でお母さんと来たんですけども「どういった夢見るの?」って言ったら「なんかね」って「フリー旅館っぽいとこでね追いかけられるんだ」って。 で奥の方奥の方になぜか勝手にこう体が進むんだよって。で結局奥の方に行ったのって聞いたらまだ奥の部屋にはたどり着けなくてたどり着いちゃうと何かあるのかなって思って今日来たんですって、うん、それだけではやっぱ分かんないじゃないですかでそれが12件あったんですよ <laughs> それもこの1年間の間に。 しかも共明さんところに相談に来てる方で12人じゃないですか。はい、って考えたらそれ以外に相談来てない方もすごい数いそうですよね。かもしれませんし共通点は最初に神社に行ったっていうことしか分かんないんです、ね、その神社はもちろん現実の世界でですよね。はい、でもちろんその神社っていうのはどこどこの神社ってわけじゃなくてそれぞれぞ違う神社なんですもちろん地元みんなバラバラ住んでる場所がバラバラなんでお願い事をして。 から夢に現れるって言うんですよしかもみんな眼帯してる女性なんですよ<ー>ただこれ僕も調べようがないんですよ。いろんなその古文書とかいろいろ見たんですけどそういう話があんまり載っていなくて、うん、まず進行形なんですけどどう対処しようかなと思いましてなんかあの島田さんのこのチャンネルを見ている方心当たりあれば。 何かヒントをもらえないかなと思いまして京明さんでもちょっとお手上げというかわからないっていう状態も確かにここのねあの見てくださる方ってそういう怖い話とか不思議な体験に造形が深い方多くて「うん、これってこういうことじゃないですかいや私実はこういう経験ありますよ」って結構書き込んでいただけるんですよ。うん、これちょっと神社に 参拝行かれた後眼帯の女性に追われる捕まった後に旅館に場面が変わるっていう方でその後勝手にこう進んでいってまだその12人は奥の部屋まで行ってないらしいんですよ誰も結末迎えてないですね、はい、もしその結末迎えたとかいう方いらっしゃったらぜひちょっとぜひ何か教えていただきたいなと思いまして僕もちょっと怖かったのがねそれ聞いてこういうふうに言いましたよね その時にもしかしてすごい数私も僕も見ました見ました見ましたって来るかもしれないじゃないですか、うん、ただその来たコメントの中で誰もその12人と同じように一番奥の部屋までたどり着いてない、うん、結末迎えてないっていうコメントばかりだとしたらおかしいじゃないですか、うんうん、すごい数いるのに誰も奥まで行ってないってそうですあと僕 まあ対処の仕方がやっぱり分かんないので自分も体験してないんでどうそのアドバイスしてもいいかも分かんないんですよなのでそこでこう島田さんのチャンネルを使ってヒントを欲しいなと思いましていや俺ちょっと思っちゃったんですけど、はい、誰もまだ結末奥まで行ってないじゃないですか、うん、行ったって話聞いたことないじゃないですか。うん、行っちゃうとなくなく ちちゃゃうのかなっっってて今ふと思っちゃってそれが怖くてななんか手を打ちたいいと思いまして、うん、だから誰も奥まで行ったっていうコメントがないんじゃないのかなって思っちゃったんですけど、ねうん、ちなみにその12人の方のその後皆さんご健在でいらっしゃるんですかままだまだというか変ですあのもちろんご健在でしてたまーにこうメールを頂くんですけどもその文章を見るとだん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 こう女性が近づいてくる。 遠くにいた女性がだんだん近づいている方もいれば急に元旦女性が目の前をよくぎったりとかつかもうとしてくるって言うんですよ。でそこで夢の中でその女性に「触られていないですか?」ってこうメールしたところ全員触られていないって言うんですよ。へえ<ー>。その元旦女性が何なのかも分かんないですし。 一つの県でそういうことがあったら分かりますけども何バラバラで,でしょうね全く想像がつかないいやプラスに考えればね神社でお願い事してますよね、うん、だからそのね奥の部屋に行った時に願いが叶うんだだったらいいなと思うんですけどもね、うん、ただその12人は怖いっていうんですよ夢の中は本当に怖いとまるで心霊スポットを一人で歩いてるような感覚っていうんですよ ちょっとこのお話、僕もじゃあいろんな方に会ったら、京明さんがね、こう話をしてたんだけど。うん、こんな経験ありますっていうふうに、僕もじゃあ、一緒に力を合わせて取材してもいいですか。お願いします。で、何か情報があったら、すぐにお伝えしますし、皆さんにもお伝えしたいと思います。はいえー、それよりも、まずね、今見てる。ご覧の皆さんで、うん、似たようなこう夢を見てるとか。うん、実は私、結末迎えたなんて方、もしいらっしゃったら、うん、ぜひ本当に情報の方、お願いいたします。お願いします。